さあ皆さんよろしくお願いします。花つまみスペシャルです。すごスペシャルやるような番組じゃないんだよ。いやいやもう今日はセットも全然といつもと比べると大丈夫なのこれ。めちゃめちゃ豪華、はい、スペシャルで正月番組みたいになってますよね。え本当正月に流すのこれ。いや正月じゃないですよ、季節考えてください、ね、これ何時に流れるんですか。何時流れるの。ね、21時55分から、朝のわけで21時っつってんだよ、ね、がありますよ、はい、1時間あいいね、はい、そしてゲスト進行は松尾アナでございます。松尾さん久しぶりだよね。そう、いろいろ問題起こしていなくなっちゃった。問題起こしてない問題起こしてないです。育休から、ね、育休から3休休からね、一番いいやつじゃないですか、育休、ね、育休からいい。いくつになりました子供は。1歳に。あ、まだ1歳ですか。いや大体わかるよ、ね、育休だからね。3休で戻ってきてる間がないんですから。ちっちゃいんだねじゃあ、はい、育休が明けて最初の進行役がここなので、ね、あ、はい、務めさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。普段はねこちらの3人が世の中の花つまみの事柄についてざっくばらんにね、うん、まあ話す番組なんですけども、うんうんうん、今日は実はちょっとお席が一つ空いてまして。あ、そうそう、はい、ピリピリしてるよ結構。そうですか。白山はえ、あ、そうかもしれない、ね、なんか最近白山に物申すみたいな。白山のせいでさ、もうなんかすごいさ、うん、あのさ、なんかさ、あの嫌な雰囲気になるんだよ。そんなことないですよ。なってないでしょ。ラッキーだってるから。ラッキーはいいやとしてるんですよ、ね、でも花つまみってそういう番組じゃないですか。白山が花つまみものっていうのはね、まあ、もちろんもちろん、ね、麺はね、はい、多少さあということで今回の特別ゲストでございます、はい、もうねどなたが来るかもう皆さん分かってると思いますけども。台本に書いてありました、ね、うん、まあそうでしょうね。正直一応その印象、その人の、あ、印象か、はい、まあ、俺あのかかりつけの医者が一緒なんだえそんなこと同じ病気なんですか。同じ病気、あの男子になりたい病って治るんですかそれ。これね、不治の病って言われてた。確かにね、なかなかねワクチンもないんですよ、そうですよね、感染力が高いんですよ、そうなんですね、あ、うん、男子になりたい病といえばね、あ、僕も白山も、ね、うん、大好きですね。かかってるんですか。僕も若干かかってるの。僕かかりかけ、僕初期症状かもしれないですね。あ、軽症です、まだ、まだ軽症ですから。白く師匠の場合も言わなくていいよ、長いんだよ。板こげみたいになってる、板こげこう下ろしてますから毎回ねえ、で、あと今日ね、あのね、はい、僕白木師匠といろいろラジオでやり取りとかあるんで、なんで言うの一応言わないで来てんだからあるんですけど、はい、僕今日ねウイカさん会だなと思って。なんであんまり絡みないですもんね。ないです。あ、てか なんで立川ウイカじゃなかったっけ。なんでね、いつで仕入れしたんですか。よくねネットニュースになってたりしますよ。ちょっと知りたいですけどね、何が今ちょっと落ち込んでんじゃないのかなやっぱり。そうなんですかね、あのラビットが始まってからそんなことはないと思いますけど。そんなことないから、はい、さあ、ね、それではお呼びしましょう、本日のスペシャルゲストこの方です、どうぞ。27日夜9時55分からは俺が豪作を助けてるんだ、俺が切り開いてる、俺の豪作がみんなに届いてるんだ、他の連中はもう俺に対してありがたいと思って今全盛期ですよ志らく VS 白山、因縁のバトル勃発。噛みつき方がこっちはせこい。それを言うのがせこいですよ。もういいから謝っちゃう。感動して泣けちゃったか。でもね、これやっぱ白木氏はあれですよね。テレビで落語をやられるじゃないですか、何回か。まあテレビじゃ届かないですね。まあ、テレビはね、うん、絶対無理なんですよ。うん、だから一緒に、お笑い、グランドスラムね、演芸グランドスラムね、演芸グランドスラムに出た時に。私はテレビ用の落語をやったんだ、はいはい、だから落語ファンからはブーイングです、うん、こんなの落語じゃない、死神こんなの落語じゃない、うん、で、空っぽだと内容がない、うん、そりゃそうだと30分の落語を7分でやってんだから内容なんかあるわけがない、うん、だけども、うん、落語を知らない人たちはものすごい面白いって言ってる、うん、なるほどね、で、白山、うん、彼は真っ向から、時間を短縮したけど真っ向から普段やってるやつをダーンとぶつけた、講談らしい、講談でしたね、講談らしい、うん、それによって演芸ファンは白山は志らくと比べてすごい、
ちゃんとした講談をやったっていう評価、だけども、講談を落語も何も知らない人は何の話か分かんない。師匠、師匠、これ捏造はダメです全く講談知らない人がすごいっていう、もう絶賛の絶賛なんだ、ま、俺はすごいから始まったよ何なんだよ、いや違う、それだから志らく師匠のツイート画面には俺への否定があったかもしれないけど、そう違う違う、一般の人にも届いてた、うん、いやそれはね裸の王様なんです裸の王様知ってる人たちが裸の名前は前から聞いてたけどすごいっていう、うん、もうだってメイクさんとか昨日見てたんだけど、あの講釈やった人何喋ったか全然分かんないけどいやそのメイクさんの具体的な話題出すのやめてください今やっとしたついて届けなきゃダメなんだよお前違う、いやそのメイクさんも耳が慣れてくると分かるようなんですよ、少しは耳が慣れてくる、俺でも年下グランドそれも今でも覚えてる、うん、俺あの時まだ本当テレビ出たての時廊下で太田さんにも会ったんですよ、したら太田さんが、お前帰れよ、場違いだから帰れよって、でそんな感じなんで優しくてね、でその後着物の志らく師匠に挨拶行って、もうみんな漫才ばっかりで、でコンコンって言ったら志らく師匠がいて、こう後ろくるっと振り返って、うわ絶対芸歴30年以上だから、うん、どっかりしてんのかなと思ったら、もう足震えてる感じでいたんですよで師匠と話して、覚えてます、おはようございますっつって、師匠今日何やんですかっつったら、いやちょっとメール考えてて、お前何やんだよっつって、いや僕あの宮本武蔵を7分で、武蔵なんて女子高生とかそういうの通じるわけねえだろっつって、師匠何やんですかっつったら、7分で死神って言ったんですよそんなの一番通じないわって思ってでもネタだから、ね、そういうのって、うん、一緒に着物で あそこに全然師匠とはキャリア違いますけど上がったっていうのは、あそこで志らく師匠いていただいてよかったなっていう勝手な思いはありますよ、ね、もうあれはだって私自分から出たいって言ったんだもん。あ、そうですか。そうなんです、自分から出してくださいっていうことを言ったの、それは、落語っていうものをもっともっとみんなに分かってもらおうと、で落語っていうのはそんな難しいもんじゃない、面白いもんだよと、だから落語ファンを全部敵に回してもいいから、コントとか漫才と同じぐらいの感じで、聞いてくださいっていう、だから緊張するよ、それはもう、足もガタガタ震えるし、そしたら普通にやるっていうか、バカだなと思って普通にやったって通じるわけがないよと思って、あれね、みんなねまだね振り返れるから、ツイッターは見て絶賛の嵐だね志らく師匠こびたんだから、俺はこびなかったのそこに志の差があるの俺すごいんだからもうなんかそんな人ばっかりですよ今日、